打ち返してレフトの前に落ちました。ドラゴンズは諦めません。エラー絡みの出塁、そして途中から入っています溝脇にヒットが出ました。立浪監督が激しく動きます。今加藤翔平に直接一声かけました立浪監督です。転がして、さあ形を作りました。送りバント成功。スリーバント来たんですね。ですね、はい、スリーバントしてきまして、ワンアウトランナー二塁三塁、2点タイムリー、3対2ジャイアンツ1点リードの9回ですが、大きなピンチです。叩きつけて高梨がホームに送球、タッチをセーフ。ここはセーブ。ドラゴンズが追いつきました。映像で振り返りますが、ピッチャー前の頃でこの手が先に入ってセーフというこのジャッジ、手が入っているように見えますかと思いますが、おおおおおか、レフトスタンドは大いに沸いています。なんか手首の辺にタッチしちゃっているって感じがしますよね、手が入って。あ、手が先かタッチが先かという判定、セーフ同点という、まずこの当初のジャッジになっていますが、今リクエスト映像での検証が行われています。あ、今審判団出てきまして、セーフ判定そのまま、リクエストは失敗、同点ドラゴンズ9回追いつきました。レフト方向、大きく伸びてレフトの上、越していきました。サードランナー、セカンドランナー、2人帰りました。ドラゴンズがこの9回に逆転、一挙3点加えて5対3。この高橋周平、今シーズンの初ヒットが貴重なこの9回の勝ち越しの2点タイムリーになりました。まあ、外野も浅く守っていましたので、はい、その上を越えていく当たりになっています。2点タイムリーです。この今大きく吠えるその表情も浮かんだ高橋周平です。コースはそんなに言うほど、高く上がりました。犠牲フライには十分な距離をフェンス手前まで運んでいきました。サードランナー、そしてセカンドランナー、それぞれ進んで1点追加、6対3としています。この9回にドラゴンズ一挙4点。